はい、ゴーセンフィールドテスターの堀口文俊です。今回ですね、新しく新登場したのはこの磯用深瀬釣りの P サスペンドという P ラインですね。これが新登場しました。で、従来の深瀬釣りに使っていた PE っていうのはですね、比重が軽くて、まあ鳴らしてた時にね、風とか波の抵抗でこう浮き上がるっていうようなことがよくあったんですけども、今回、このリミテーション ISO PE サスペンドというのは非常に高感度高比重ということで、そういう浮き上がりだとかね、または張り仕掛けの馴染み値が非常に良いです。で、また今回、白とこういう紺色っていうので50センチ1メートル間隔で、ラインを取ることによって、今流行りのですね、ラインで当たりを取ると、ラインの走りで当たりを取るというところも非常に見やすくなっておりますのでね、ぜひ皆さん使っていただきたいなと思います。で、ナイロンの号数と比べて非常に3分の1ぐらい、ラインが細くなってますので、軽い仕掛けでもまたは軽い浮きでも超遠投が効くというようなメリットもありますのでね、ぜひ皆さんこのリミテーション ISO PE サスペンドをですね、お使いいただければありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。